動産のことならグッド不動産。はい、こんにちは、桜井翔です。ついに KBC オーガスタがあと4日ですかね、4日後に始まります。で、今日は選ぶセッティングを紹介ですかね、はい、紹介していきたいと思います。結構いろいろ変えましたね。そうですね、はい、大きく変えたといったら、まあ、アイアンをちょっとキャビティから、はい、マッスルバックに変えたのが一つと、はい、ウェッジをちょっとこう結構ブースなやつに変えたのが二つ目ぐらいですかね、一応。そうですね。ではちょっとアイアンの方から紹介していきたいと思います。はい、行きましょう。はい、まずサンド、はい、マスダゴルフさんの M425、はい、これジャンボさん、尾崎ジャンボさんが使ってるやつですかね、はい、超グースのですね。なんか分かりますかね。すごいですよね。超グースですね。超グースです。でちょっとこう開いたらリーディングエッジが結構、うん、浮いてるように見えたんで、はい、小玉さんに言って、ね、店長に言ってめちゃくちゃ落として、めっちゃ座り良くなったっす。抜けが良くなったっすね。こんな結構削りましたよね。これ結構落としましたね。落としましたよね、はい、だいぶ。まあでも本当全然抜けが良くなりました、これで。バンカーがちょっと打ちやすくなったっす。なるほど、はい。で次52度、アプローチ、はい、も同じく、うん、マスターゴルフの M425、はい、AW、 これ何度、52度ぐらい、52ですね、はい、じゃあ58と52がマスターゴルフさんですね、はい、はい。で今回、大きく変えたのがピッチングから6番アイアンまで、はい、はい、マッスルバック、これがラズルダズルですね、の M4 自動のマッスルバックですね、はい。ちょっとやっぱいろいろ多分ラフがちょっとは深くなると思うんで、はい、やっぱこう、まあ、打ち込むじゃないですか。だから打点が上に来ちゃうから、なんか結構キャビティとか結構負けてたんですよね、ラフに当たった時に、うんうん、まあ、ちょっとそれ相談したところマッスルがいいんじゃないかと。まあでも調子いい時はやっぱマッスル使ってたんですよね、はい、はい。でもなんか昔ほどなんかあんまりちっちゃくないんですよね、思ったより。はい、そうですね。これもちょっとグース系で入って思ったよりちっちゃくないんで意外と打ちやすかったですね。なるほど、はい。だからなんかアイアンは久々なんかいい感じ、なんかしっくりこれてます、はい。でちょっとシャフト、ソフトですね、が今回MCI、 そうですね、藤子田さんの MCI80-S ですね、はい、はい、にしました、うん。これもちょっといいですね。ちょっとこう、なんていうかな、こう弾力があって。そうですね、いいですよね。これは元中ぐらい。これ中ですね。中ですね、はい。結構なんかちょっとこう打ちやすかったです、うんうんうん。はいはい。ため作りやすいですもんね。ため作りやすいですね。うん、ちょっとダイナミックとかに似てるんですか。よりちょっとまあまあマイルドにしなってくれるんで、あ、はい。で引きつけやすいからダウンブロー逃げやすいですよね。はいはいはい、こう行きやすいですね、はい、うんうん、めちゃくちゃこれめっちゃいいです、うんうんうん、がこれがまあ一応、P から P9867 ですね、5本か、5本、6番アイアンまで。で次が僕は6番までしか入れてないんで、はい、懐かしい JGR25 度、ザビー、これがいいんですよ。ぜひね、アマチュアの方にも参考にしてほしいセッティングですよね。これがいいんですよ。これちょっとこうかぶり顔で、はい、これがね助けてくれない100ヤードぐらいを本当めちゃくちゃ楽だったっす。ユーティリティが、あ、200ヤードのショートとかね、シャフトがマミヤさんのアッタス EZ というんですか。そうですね、アッタスシャフトか、はい、はい、アッタス EZ の80の S でしたね、
85の S か。85の S です。85の S ですね。はい、うん、まあ、これがね、結構、ちょっとこう軽めで、ピュッて吹いてくれるんで、まあ、硬いグリーンでも止まるかなと思って、これ入れてます。で、じゃあ次。4番ユーティリティですね。4番ユーティリティ、はい、もう、JGR の22度、ザビーで、シャフトも一緒のアッタスですね。の、これが75ですね。75の S を入れてます。これも200だいたい20ぐらいの設定で入れてます。これも吹いてくれるんですよ、ピョンと。楽なんすな、スライスが打ちやすいんで止めやすいですね。で次クリーク、もうちょっとこの前そうですね、はい、中古ショップ行って買いましたやばくないですか、こんなクラブでツアー出ていいんすかね。いや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 、名器ですからこれは。いや、まあ名器ですよね、うん、これも本当ね、こうかぶってていいんですよ、うんうんうん、でシャフトが黒影、そうですね、の60の S、 XM の 60S です、ね、はい、これがいいんですよ。ピュッ、ホップ玉が、そうですね、ホップ玉出るんで、うん、もうなんかあれですね、ケアのあの硬い高麗専用で、今回は多分だいぶ考えて、はい、そうですね、はい、なかなかね、こうレッスンしな、練習もあまりできてない、できない、なんかやっぱクラブだけはね、やっぱ人よりちょっと頑張ろうかなと。で、これが3番ウッドも一緒、ね、クリークの流れの JGR の315度で、黒影同じ、同じです。 XM の60の S、はい、これはもうだいぶ長いんで使って、うん、これ変えきらないですね。ちょっとこう僕フェードなんで、はい、うん、しっかり捕まってくれて、あんまり右にこう滑ってもしれてるっていうのをこれ使ってます。でも基本やっぱりこう捕まりやすい顔というか、うん、捕まりやすいクラブがミス。じゃあ次ドライバー、最後さあパターが、まあ、ドライバーが、はい、これはこれ軸クラブです。 J ビーム KZ5 ですね。これいいんですよ、これめちゃくちゃいいんですよ。まあまあ飛ばないことはないですね。そうですね、はい、飛ばないことないんですけど、まあで結構こうちょっと軽いんですよね、うん、はい、軽めで結構ピッて振りやすいんで、はい、めちゃくちゃいいです。でシャフトがディアマナの、PD40 の S です。結構いろいろ試したんですけどね。そうですね、50とかも試したけど、なんか振りやすさがやっぱりこう一番40の S があったんで、うん、まあ、これガーンって振ったらやっぱピュッて吹けちゃうんで、やっぱこうゆったりとゆっくり、はい、今回のスイングもあまりもうちょっとこうガツンって飛ばすんじゃなくて、ちょっとゆっくりポンっていうような感じで行こうと思ってるんで、まあ、このぐらいがちょうど振ったらピュッていっちゃうんで、このぐらいがちょうどいいかなと、はい、で、はい、最後パター、はい、これ皆さん知ってるかな、アドラーって言って、アドラーですね、限定100本の100本の GSS、 これはもう長いです。あ、これ長いですね、プロ、これ長いです、うん、やっぱ GSS いいっす。あ、なんかロイコレです、もともとアドラーっていうのは、ロイコレ昔流行ったこれさんのをアドラーっていう会社がですよね、買ったんですね、買って、はい、はい、そこから提供してもらって、GSS これはめちゃくちゃいい、33インチですかね、33ですね、はい、にちょっとこの前これピストル系ですか、そうですね、ちょっと引っかかりのいい ここのグリップ特徴のもうちょっと入れて、はい、ここの部分ですね、ここがポッとなってるのが特徴ですね、めちゃくちゃこれ握りやすくなりましたはい、で、まあ、今クラブちょっと説明しました、はい、はい、で次最後バックドンドン、これかっこよくないですか、
かっこいいですね。アロハスタンダード、これはかっこいい。サンサン KBC に向けて、うん、ハワイのメーカーですね。そうですね、ハワイですよね。もともとあのハワイをモチーフにした。あ、そうです、アロハスタンダード。はい、なるほどなるほど。これでこのバッグ青、うん、いいですね、かっこいい、はい、っていう感じでアロハスタンダードと、まあこう自分の今日のセッティングで KBC 買いたいと思います、はい、あ、これあ忘れてました。あ、これプロ、それはサクヤプロ、それは、それは、あ、めっちゃ輝いてる。わ、あ、これは皆さんもこれですよ、最近流行りは。じゃじゃん、 XB バンド、これがいいんですよ。可愛くないですか。そうですね、はあ、これも時期ですね、うん、まあいろいろみんな履いてますよね、最近。そうですね、ブランドなんかいろいろ時期、これがこれをはめて今日大島社長にこれもいただきましたいただいたことにしましょう、はいっていうことなんで、はい、これで戦っていきたいと思いますので、はい、ぜひ、今月4日25の木曜日から、はい、25の木曜から4日間ぜひ皆さんネットでも見てもいいし、あの福岡県、まあ、近場の方はぜひ応援に来てもらえれば嬉しいです、はい、まあ、ちょっと楽しく頑張りたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。じゃあまた、練習ラウンドとかも秋吉プロとか大二郎プロとも一緒にラウンドするんで、その模様も多分流すと思うんで、ぜひ、見てください。じゃあ頑張っています。ありがとうございました。ありがとうございました。